皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサだ。いつも通り朗読していくよ。あいよ。ひ、いずる国の魔人？東方の大商人が、贅沢の限りを尽くし、作り上げた至高の刀。その鋭い切れ味は、空気をも切り刻み、切られた者は痛みを感じずに、絶命していく。しかし、持ち主の業の深さが、乗り移ったせいなのか、刀身に映る己の姿は、醜い魔物の姿をしている。欲深い者が覗くと、その姿はより、醜く映るらしい。商人も自らの姿が、誰よりも恐ろしく、目も当てられぬほど、醜く映るので、できるだけ見ぬように、していたのだが、ある日、魔が差して、覗いてしまったその姿は、この世のものとは、思えぬほどの、醜い姿だったため、呆然自失となり、その場で、自ら首をはねた。これでお話は終わりだよ。持ち主の醜さによって、どんどん醜く見える刀か。実際の顔が醜くなってる、わけではないけどね。心を映す、というのが、日本らしさを誇張した、ものなのかもね。ひ、いずる国と台本に、書いてあったしな。どう読めばいいか迷ったけど、昔はそんな呼ばれ方を、していたらしいから、そう読むことにしたんだって。まだ詳しく調べてないけど、ジパングやら、東方見聞録。ってワードが出てきたから、もしかすると私たちが、微小関連するかもな。それについてはゴーダは、全く知らないからね。いい曲が流れながら、弾幕シューティングするって、ことしか知らないそうだよ。デリケートな話だし、とりあえず次行くか。そうだね。カリンの旋風。まだ人と神の境界が、曖昧だった時代、天使と悪魔の、大きな大きな戦争が、ありました。夜の闇は赤く燃え盛り、何人もの神が燃えて、消えました。10日間の炎に包まれた後、100日間の洪水があり、1000日間の嵐が、地上を吹き荒れ、動物も植物も、形あるものは、すべて灰になりました。巨人族を操り、最強を誇った堕天使、ベリアルもついには、四天使の手により、板で覆い、何重にも閉ざされた、氷の冥界に、封印をされてしまいます。この斧は、ベリアルが封印前に、傷ついた際に剥がれ落ちた、鱗から削り出されて、作られたと言われています。これでお話はおしまいだよ。人と神の境界線が曖昧な、時代に天使と悪魔が、大戦争したって話だな。動植物もすべて灰になったのに、人間はそれでも生きてた、みたいだね。1110日間の災害に、耐えたのは衝撃だな。約3年ぐらいだね。強大な力なだけに、スケールが違うね。ベリアルは悪魔だと、思ってたんだけど、元天使側だったんだな。なんで戦ってるんだろうね。気になって、調べてみたんだけど、人間の女に誘惑されて、営みを行ったらしい。それが原因らしいな。しかも人間が巨人族らしい。この時代は人間が、巨大化してたんだね。おとぎ話は莫大で壮大だな。人の想像力はたくましいね。いい意味でも悪い意味でもな。そうね。そんじゃ次行くぜ。鬼を裂く者。鬼に家族を惨殺された。鍛冶屋が復讐のために、鍛え上げた剣。切りつけた者の魂を、また主の魂を吸い取り、破壊の力へと転換する、能力を持つ。腕の良かった鍛冶屋は、王国より、鬼を斬る名剣を打て、との命を受ける。名剣を鍛えるべく苦心する。鍛冶屋の家に、突如として鬼が現れた。鬼は、鬼を斬る剣は、怒りと憎しみを持つ者が、撃たねばならない、と告げて、家族を惨殺して、去っていった。鍛冶屋は家族の亡骸を抱き、血の涙を流した。鍛冶屋は家族の亡骸を、葬らず、剣を撃った。剣が打ち上がり、復讐に燃える鍛冶屋。しかし、その姿は、鬼を斬る剣を持つ、新たな鬼の姿だった。これでお話はおしまいだよ。王国の命で鬼を斬る剣を頼まれ苦心してる最中、鬼が来て鬼本人が鬼を斬る剣の作り方を教えて、そのために鍛冶屋の家族を惨殺する。家族は何も悪くないのにな。感情の行き場がないよね。読んでる私たちも鬼の斬る剣を作るために鬼に闇落ちさせられたってことだよな。最後は鬼になり、何を憎んでるかも、わからないまま、剣を打ってたわけだしね。というと、亡骸を葬らず、
打ち上がった後、復讐には燃えてるけど、鬼に、という言葉も、家族の、って言葉も出てきて、ないんだよね。言葉狩りであってほしいけど、鬼に変貌して家族さえ。なるほどな。複雑だね、いろいろと。少ししんみりしてしまったが、今日はここまでだ。それではまたね。またな。